かよで。戻ってきたか、わらわの。わらわのアロードはどこだ。アロードは死んだ。貴様、この後に及んでわらわを愚弄する気か。悪いが事実なんだ。そんなことはあってはならぬ。アロードこそがわらわの生きがいなのだ。一体なぜわらわが知らぬところでアロードが死ぬと。聞いてくれ、かようで。あんたは大きな勘違いをしている。あんたもアロードも大昔に一度死んでいるんだ。しかしあんただけが蘇って、アロードは。黙れ。アロードだけでなく、わらわさえもすでに死んだと。ではわらわの記憶に残るアロードの声は、仕草は何なのだ。こんなにも鮮明に残るあの子の記憶は一体何なのだ。それはザッパス、ザッパス。なぜ誰も答えない。全員死んでいるんだ。この城にあんたが知っている人間は一人も残っていない。これがその証拠だ。アロードの遺品の首飾りだよ。なぜお前がそれを。それはわらわがあの子に渡したものだ。彼の孫である人から預かったんだ。孫。わらわの小さなアロードが子をなしたと。ああ、そしてアロードはもうこの世にはいない。そうだった。あの女、あの女がわらわのアロードを奪ったのだ。憎い、たかだか平民の女が皇帝の嫡子であるアロードをたぶらかし、わらわから奪うなど許せるはずもない。そうだ、すべて思い出した。わらわのアロードは確かにもうこの世にいない。だが決してあの女と共に死んだわけではない。あの子はこの城で息を引き取ったのだ。この城で息を引き取った。あの記録と話が違います。記録ではアロードは跡目争いに負け追放されたと。そうだ、それにあのおじいさんだってそう言っていた。事実ばかりが歴史に残る。そのように考えているのか。事実は歴史のように美しくはあらぬものだ。でもアロードは一度城を出たんだろう。どうして戻ってきたんだ。確かに、わらわのアロードは争い事が嫌いだった。だから自らこの城を出て行ってしまった。自分から跡目争いを放棄したっていうのか。そしてどこの馬の骨とも知らぬ若い女と共に、あの子は平民の真似事をして暮らし、婚姻して子をなした。許せなかった。わらわが次期皇帝として認めるのはあの子だけだというのに。故にわらわはあの子を見つけ出し、城に連れ戻し、もう一度教育を施したのだ。教育？すべてはあの子のためだった。あの子に正しい道を歩んでもらうために。そしてもうどこにも逃がさないために、地下牢に閉じ込め、毎日毎日教育を施した。それでも監視を解き伏せ逃げようとしたあの子から、わらわは爵位を奪った。そして貴族採決権の行使を可能とした。自分の子供に貴族採決権を。そんな。教育は完璧なはずだった。あの子はもう
逃げる気力も何もかも失い、完全にわらわのものになった。再び帰ってきた。ではなぜアロードは死んだんだ。ある日、従順になったあの子を褒めてやるつもりで、わらわは久しぶりに城の屋上へ連れて行ってやったのだ。だがあの子は屋上から落下し、命を落としてしまった。あともう少しで教育は完了するところだったのに、なぜあんなことに。受け入れられるはずがなかった。教育、やはりあなたのしていることは虐待ではないか。子供を死なせたなんて。小娘、子を持たぬ貴様に何がわかる。わらわは子供たちを城に集めた。あの子と同じ髪や目、同じ口元を持つ子供たちを、今度こそは失敗しないために、次の正しき皇帝となる嫡子を作り出すために、もう二度とわらわの元から離れない子を作るために。なのに、どんなに子供たちを教育しても、わらわの魂は空虚になっていく。どの子もあの子のように笑わない。あの子のようにわらわを母とは呼ばない。焼きごてを背に押し付けようと鞭で何度打とうと同じことだった。空虚なわらわを満たせる子は現れなかった。だからわらわは、教育に失敗した子供たちを親の元に返した。そうですね、アリス。この北帝国に伝わる伝承、魔女と聖なる皇帝の物語、かようで皇帝、あなたは子供をさらった魔女であり、そして聖なる皇帝であるのでしょう。つまりは壮大な自作自演だったわけね。そしてザッパスにも偽りの記録を取らせた。すべては過去に起こった大量誘拐事件を隠蔽するために。何がおかしい。魔女とはよく言ったものだな、小賢しき平民どもめ。生き死になどもはや問題ではない。わらわの身がよみがえりの泥人形であろうと何の関係がある。貴様らが北帝国皇帝に働いた不敬の数々、許すわけにはいかぬぞ。不敬ときたか。どうやら解き伏せるのは難しいようですね。死なぬ身であるならばちょうどいい。わらわはこれからも探し続けよう。アロードの代わりとなる子供を、今度こそ完璧な子供を探し、次期皇帝にふさわしきアロードを再生してみせる。その前にお前にはなすべきことがある。なんだ。またお前か。わらわに子供たちを集めようと語りかけてきた天界の使者。まさかこの者の指示で。第四代皇帝カヨーデ・ノーラン・ガルス、お前が蘇り権限したのは聖の執着。常にその執着を強く保たねば、その泥の体は崩れゆく。なんだと。カヨーデの体か。なぜだ。わらわはまだ死ぬわけにはいかぬ。アロードに、アロードに会うために。アロードは死んだ。受け入れたはずだろ。アロード、わらわのアロード、あの子が死ぬはずがない。あの子なしでは、わらわは生きている意味がない。一体何が起こっているんだ。蘇った体が崩壊しかけるのって。原因は推測しかねます。ただ一つだけ分かることがあるとすれば、彼女が自らの存在意義を失ってしまったことでしょうか。存在
域。お前のアロードの存在を否定したのは誰だ。なら目の前の反逆者たちを手にかけてみせよ。さすがその体は再び生きたものとしてこの世に顕現することだろう。それだ。わらわのアロードを消し去ったのはお前たち。わらわではなくお前たちがアロードを殺した。わらわは皇帝カヨーデ・ノーランガルス。アロードなき世界で我が存在を受け入れることはできない。全てが失われたというのならば全てを再びこの手に取り戻せばよいだけのこと。価値なき者どもよ、わらわの邪魔はさせん。貴様らを葬り再びアロードをわらわの手に。よし食らうがいい。よし は死ぬわけにはいかぬのだ。アロード、アロード、いつまで過去に縛られる気だ。アロードはもうこの世界にはいない。わらわのせいでお前が命を落としたなど信じられぬ。わらわの教育を苦に命。自分を責めている。だからこそ受け入れられないのか。無本人が、余計な口を叩くな。これを受け取ってくれ。あの子の首飾り。ああ、お母様。その声はアロード。僕が命を落としたのはあなたのせいではありません。何、わらわを憎んでいないというのか。もちろん
初めのうちは厳しい教育に根を、しかし僕には分かってもいました。お母様の過剰なほどの教育が僕を守るためのものでもあると。それはお母様にとって僕が一番大切な息子であったから。他にどんな理由がある？だから僕は必死に答えようとしました。そこにお母様の愛を感じたからこそ、最後までお母様を信じ、皇帝になるべく努力を重ねたのです。なぜ今になってそのようなことを？なぜ、ではなぜわらわの元を離れあの女のところへ向かった？好意に勝る価値があの女にあったというのか？なぜわらわを見捨てたのだ、アロード？見捨てたわけではありません。ただお母様から一番目をかけられている僕は兄弟だからこそ、僕は耐えきれず争いから逃れてしまったのです。でも僕は期待していました。お母様、そしてあなたは期待通りにしてくれた。僕は地下牢に閉じ込められて、あなたに爵位を奪われた時、とても幸せ、その行為にお母様からの至上の愛を感じたのです。なんだか。ええ、この親にしてこの子、やや理解に苦しみますが。ならばなぜ飛び降りた？あれは事故などではなかったはずだ。僕はお母様にとっていつも一番の息子でいたかった。お母様が僕を失えば、その順位は永遠に揺らがぬものとなる。なんだと？お母様、僕が望んだのは平民ごときと築く温かい家庭や、ただ一つあなたからの揺るぎない愛だったのです。そしてアロード、アロード、なんだか不思議な愛情表現だな。こういう親子関係もあるのかな。アロードはわらわを憎んでいなかったというのか。どうやらそうみたいだな。随分と屈折した愛を向け合う親子だったみたいだけど。どうする？まだ俺たちと戦うか？遠慮しておこう。わざわざお前に手を下されなくとも。そうか、あんたに聞きたいことがある。皇帝に対し相変わらず不敬なことよ。一体な、子供たちは一体どこにいる？これが地下牢の鍵だ。そして。分かったよ。待て、そなた。天界にて再び会うことがあれば、我が息子の声を届けるとは大した手柄ぞ。ああ、それはどうも。ではさらばだ。みんな、そうですね。リネルとフィゼル、キリト君、今のペンダント、いや、ペンダントはメインビジュアライザー、オブジェクト、メインビジュアライザー。あ、そういえばリアルワールドで、このアンダーワールドでは人の魂、もしかしたらだけどペンダだから、ペンダントから聞こえた。なるほど。仮にたとえフラクトライトが消滅した後も、多分そうじゃないかな。この世界にある物体はなあ、アロードのペンダントは、つまりアロードの魂は、そしてカヨーデと出会ったことで。なんだか不思議な現象だけど、わかる気がするよ。
僕は剣という物体でありながら人間の僕でもあって、物体に宿る魂ですか。彼らが命を落とした場所には、彼らが生前大切、それは装飾品や愛犬、あるいは何にせよ死後も魂は物質に宿り、その場に残り続けていたのなら。何らかの術式で肉体を与えて死者を蘇らせられる可能性は大いにある。それがカラントによって魔獣や死者が蘇るとはいえ、推測できるの。そうですね。とは、ああ、これは…なんてこと。このイバラはカラントから生じたもののようです。アリス、俺がカラントを切って子供たちを解放する。わかりました、お願いします。天然地がほとんどゼロに近いわ。すぐに治癒しなくちゃ。ああ、頼む。まさか海王で皇帝がこんなむごいことを。いや、きっとかようでじゃない。かようでは過去の伝承でも子供の命を脅かすようなことはしていないはずだ。しかし、だとすれば誰が、何のために。こんなこと許すわけにはいかない。エルドリエの時と同じですね。一体なぜ。とりあえずリネルとフィゼルのディープフリーズを解きます。ここはアリス様。あなたたち一体何があったのです。師匠を、師匠を早く助けて。頭巾の男に師匠が。頭巾の男、またそいつが。だが今はともかくディソルバートを助けよう。ええ、そうですね。システムコール。ディソルバート。誰かが分かっている。あの手はと、どんなに求め、どんなに思い出そう。そうね、あなたは彼女を守れなかった。あなたは最高。あなたが守ろうとしたものはみんなあなたのせいで壊れてしまった。違う、我は。そんなに大切なものならなぜ手放してしまったの。我は手放した。そう、あなたは自ら。違う。師匠、何してるの。早く稽古をつけてくださいです、師匠。フィゼル、リネル。
なぜ？あなたは失ったものの代わりに中途半端な代用品を見つけ、小さな子たちを守れた気になって。違う、彼女らはそんなものではない。それすらもう壊されてしまったわ、あなたのせいでね。リネル、フィゼル、なぜ？最高司祭アドミニストレーターの言葉が虚偽だというの？ずいぶんとあなたは可愛いわね。でもこれだけははっきり、あなたが守るべきものは。そうだ、我は。そうね、聖号騎士は何のため…我ら聖号騎士は人界と最高司祭芸家の…ええ、それがあなたの最大にして唯一の存在意義よ。デュソルバート殿、意識が戻りましたか？はぁ、何？我は聖号騎士デュソルバート・シンセシス戦、必ずや任務を遂行してみせる。あれ、パイエティモジュールか？もしやパイエティモジュールに影響が？一体なぜ？最高司祭芸家からの勅令により、反逆者を我が炎により殲滅する。どうやら戦うしかないようだね。ああ、半端なく手強いだろうが、どうにか正気に戻そう。それじゃあ本気で行くぜ、デソルバート！あなたをもう一度相手取りたくはなかった。だが再びその時が来たならば、お相手するまでだ。勝士トガビトド、再び我が炎の鉄槌を受けるがよい。Yeah!
我が存在、それは最高司祭ゲイカの命に従うことのみだ。させない。ディスルバーグさん、あなたは確かに強靭な騎士だ。そして自分の信じる者に対して誰よりも真剣だった。今だってそうだ。あなたはリネルとフィゼル必死で助けようとした。それが本当のあなたなんじゃないのか。だからこそ僕はあなたに自分を取り戻してほしい。この世界で何を信じるべきか、何を守るべきかを思い出してくれ。無駄口を叩くな、小僧。そう言われるのは久しぶりだね。だがあの時よりも僕は成長している。はぁ、エンカンスアーマメント、叫け青パラ。あなたの信念取り戻してくれ、デュソルバートさん。あなた、あなた。誰かがまた肩をゆすり我を揺り起こそうとしている。だがその手に触れることはできない。我が手を伸ばしたところでそれは遠ざかる。あの温かい手の感触は我の幻想、我の弱さ。失ったものを求めたところでそれは決して、もう二度と戻ってくることはない。守ることなどできはしない。手を伸ばしたところで。師匠、師匠。師匠、起きましたか？もう師匠がこんなところで死んじゃったら私たち聖騎士になれないじゃない。師匠のバカです。すまない。もうなんで師匠が謝るの？お説教されるかと思ったのに。変な師匠ですね。アリス、大丈夫？怪我してない？ええ、私は平気です。そう、それならよかった。アリス・ツーベルクの体が心配ですか？約束した通り、傷をつける気などありません。違う。今は君が心配だったんだ。なぜ？だって、今ここで戦ったのは君だろ？ユージオ、あなたは不思議ですね。え？アリス、ユージオ、何話してるんだよ。いえ、たとえ失ったものがあったとしても、それはまた形を変えてそばにあるのかもしれないと思ったのです。ん？どういうことだ？さあ、どういう意味でしょうね。なんだよ、教えてくれないのか？ほら、それよりも早くガラントコアを。ああ、そうだ、早く切らないとな。けど、その前に、ないな。キリト君、どうしたの？いや、さっき火曜での墓で見たような種子がないか探したんだ。でも見当たらなかった。そう、不思議ね。